徳山ダムは、岐阜県伊比郡伊比川町、一級河川、木曽川、水系伊比川最上流部に建設された、独立行政法人水資源機構が管理する、ロックフィルダムである。日本最大級のダムであり、総貯水容量6億6000万立方メートルは、日本一を誇る。水害常習地帯である伊比川の治水及び、東海3県の水亀として建設された。 ダム建設に伴い徳山村全村が水没し、その後はダムの必要性について全国的な論争が起きるなど話題も多いダムである。ダムによって形成された人造湖は旧徳山村村民からの意見により旧村名から徳山湖と命名された。伊比川は農美平野西部を流れる基礎山線の一つで大垣市などを貫流し伊勢湾に注ぐ。大垣市は 伊ビガほ他複数の河川が流れていることから、水都と微笑されている。その反面、古来より水害常習地帯であり、かつて隣の樽井町に、美濃国ウニフが設置されていたにもかかわらずこの地域に、寄付県庁が設置されなかったのは、水害のためとも言われている。 このため和重や油島千本松原締切り包みなど、数多の治水工事が繰り返されたが、根本的な解決とはならず伊ビガの治水は、流域住民の悲願でもあった。戦後の1949年に、河川海底改修計画が、経済安定本部より発案され、水害による経済復興抑制を阻止するため、利根川、淀川、 北上川など全国重水系で多目的ダムによる総合的洪水調節計画が施行された。木曽川水系においても木曽川水系流域計画が施行され、発電用ダムとして計画されていた丸山ダムが多目的ダムに変更となった。一方、伊比川においても水害上周地帯である大垣市より下流和獣における治水が望まれ1951年により、 岐阜県によって補助多目的ダムの調査が行われていたが、海底改修計画を受け、1953年より、事業は建設省中部地方建設局に移管された。当初は、現在のダム地点から下流数キロメートル地点に、東杉原ダムというダムが計画されていた。規模は高さ72メートル、総貯水容量は約1億8400万立方メートルであったが、 その後さらに下流の藤橋村と横山地点に計画が移された。これが現在の横山ダムであり、1964年に完成した。ところが横山ダムが工事中の1959年9月、伊勢湾台風が中部地方に致命的な被害をもたらした。4500人以上の死者を出す戦後最悪の風水害となったが、 伊比川流域でも養老群太芸和獣を中心に5900個が浸水29人が死亡した。このため、横山ダムの洪水調節流量が改定されたほか、伊比川上流にさらなる洪水調節用ダムの建設が計画された。他方、戦後の深刻な電力不足を早急に解決することも、死水と同様に求められていた。 1950年の国土総合開発法に基づき、基礎川水系では、基礎特定地域総合開発計画が定められ、地水と考え、水力発電を目的とした総合開発が計画された。1954年に電源開発促進法が施行され、電源開発株式会社が発足。ただ見川、天竜川をはじめとする日本各地の河川において、 水力発電所の建設を推進していたが、急流である伊比川も水力発電の適地として着目し、横山ダムの建設が着手された1957年に、伊比川流域を電源開発促進法に基づく水力開発事業調査区域に指定。上流の徳山村地点において水力発電用ダムの建設を計画した。以上が徳山ダムの原点である。 最初は建設省による多目的ダム、ついで電力会社の発電用ダムとして計画されたが、伊勢湾台風後は地水を万全なものとするため、1966年に再び建設省の多目的ダムとして事業が進められていった。1971年、建設省による特定多目的ダム事業として事業計画が発表された。当時は高度経済成長に伴い、 中京工業地帯が急成長。中京圏の人口は急増し、すでに愛知用水が完成していたものの上水道、工業用水道はしばしば水不足に陥っていた。このため、木曽川水系は1962年に施行された水資源開発促進法に基づく開発指定水系となり、愛知用水などは水資源機構の前身である水資源開発公団に 事業移管され、総合的な水資源開発が行われていった。こうした経緯から1973年3月に、基礎川水系における水資源開発の基本施策である基礎川水系水資源開発基本計画が一部改定となり、徳山ダムは、阿げ川ダムとともに建設省から水資源開発公団に事業移管された。1976年には、 水資源開発促進法に基づく多目的ダム事業に変更され、イビガは総合開発事業の中心として正式着手の運びとなった。長期の保証交渉を経て2000年より本体工事に着手し、本体盛り立が2006年に完了。同年9月25日より試験淡水が行われ、2008年5月にダムの安全性の確認が終了し10月13日完成と、 なったなお、正雨により、試験淡水が予定より遅れたため、2008年4月に、完了を待たずに徳山ダム管理所となった。また、ダム本体の工事と同時に国道417号の付け替え工事も行われ、こちらは、徳山バイパスとして2006年9月22日に、全線開通した。ダムの形式は、中央土質社水壁型ロックフィルダムで、 包み高は161メートルである。ダムの高さとしては、黒部ダムの186メートル、高瀬ダムの176メートルに次いで日本第3位であり、ロックフィルダムとしては高瀬ダムに次いで第2位、多目的ダムとしては日本一の高さである。包み体積では、滋賀県に建設する予定であったニューダムに次ぎ日本第2位。ダム建設によって出現する人造湖は、 総貯水容量が6億6千万立方メートルと、これまで日本一だった奥多ダミダムの6億100万立方メートルをも上回った。これは浜名湖の容量の約2倍、東京ドーム単位で約532個分であり、淡水面積1300ヘクタールも諏訪湖に匹敵し、宇流第一ダム、夕張シューパロダムに次いで日本第3位となる。多目的ダムとしては、 総費3500億円も日本最大である。目的は、伊比川沿岸の洪水調節、伊比川の水量を維持、安定化と伊比川流域農地の既得殊水量を確保するための不特定利水、愛知県、名古屋市、岐阜県への浄水道供給、中京工業地帯、東海工業地域及び、岐阜県下への工業用水供給、当初計画では認可出力40万キロワットに、 及ぶ用水発電を加味した水力発電である。現在、徳山ダムの水をび側から長良川を経由して、愛知県と名古屋市の取水口がある木曽川まで、全長 44km のトンネルでつなぎ、下流部でも1キロメートルのトンネルでつなぐ、木曽川水系連絡導水路事業が進められている。水資源機構が2009年度に着工、完成は2015年度。 ところが2009年就任した河村隆の阿古屋市長は水余りの背景もあり事業の是非を含めて判断するため負担金の凍結を決定し波紋を広げているこの動きに対して愛知県の神田正明知事は同水路が中止になればダムの水を放棄させられるのに等しいと述べ徳山ダムが無用のダムになると指摘している徳山小晩年の徳山本郷。 徳山海館徳山ダム事業発表当時の所在地である岐阜県伊比郡徳山村は徳山ダム建設に伴って466個522世帯が移転を余儀なくされた。ダム建設はすなわち村の消滅という事態につながる。下流の横山ダム建設の際は建設予定地の藤橋村が村を挙げての反対運動を展開し、 一時期は建設省職員の入村すら許されない雰囲気であったと言われている。しかし、徳山ダムの場合は全村水没という事態に至る重大性から、その反対運動は官民一体となった激しいものであった。当時、性能では長良川川口関や板取ダムが、東濃では阿ガ川ダムが反対運動に直面しており、 水資源開発ダ団に対する水源住民の不信と不満が渦巻いていた。徳山ダムにおいても反対運動による保障交渉は長期化しており、水没後の村の帰属や住民の生活再建等課題は山積していた。1977年、徳山ダムは水源地域対策特別措置法第9条指定ダムに認定され水没保障費の増額。 生活再検索を提示するとともに、集団移転地の増生と移転費保障等が話し合われるに至り、次第に住民も態度を軟化させ始めた。住民は将来の安定した生活をかけて交渉を行い、最終的に岐阜市にほど近い元すぐ海戸抜き町他に集団移転することなどで合意。1983年11月21日。 徳山ダム建設事業に伴う損失保障基準が調印され一般保障交渉は妥結した。これ以降、466戸の住民は次第に村から移転を開始した。このうち331戸は水資源開発公団が造成した5カ所の集団移転地へ、117戸は集団移転地外の岐阜県内へ、残り18戸は県外へ転出していった。 1987年4月1日、徳山村は正式に隣村である藤橋村に吸収される形で合併し1889年に村制が施行されて以来98年間の歴史に幕を閉じることとなった。なお、徳山村を吸収した藤橋村も平成の大合併によって久世村、坂内村等と共に伊比川町に合併している。 残っていた住民も次第に転居を始め1989年、水没全世帯の転居が完了した。徳山村各地区の神社も移転し、元すぐ元須町の集団移転地近くに徳山神社として合祀された。沈み行く、徳山村の中で長年にわたって写真を撮り続けた、増山多津子という一人の女性がいた。彼女は村の自然、四季、人々など、 アリシヒの日常を写真という形で後世に残そうとした。彼女の写真は写真集や展覧会を通じて一般にも広く知られるようになり、1984年にはエイボンアワー r トゥウィメンを受賞。水資源開発公団職員に対しても秘作に接していたという彼女は徳山ダム建設機構式にも招かれたが、ダム完成直前にして88歳で死去した。 徳山村住民が使用していた農具や、家財道具などの貴重な民族資料については、道の駅製のふるさと藤橋内の徳山民族資料、収蔵庫にて保存、展示している。さらに徳山村住民で、郷土史研究家である大牧藤尾は、徳山村の記録、郷土史として、僕の家には、ムササビが住んでいた。徳山村の記録という一冊の書籍をまとめている。そして、 2006年7月29日、徳山ダム建設工事現場にて、歌手のゆきさお安田翔子を招いて、徳山ダムふるさと固定コンサートを開催。旧村民ら約5000人が動員し、沈みゆく徳山村を忍んで最後の別れを告げた。従来のダム建設に伴う用地保障において、水没する道路に対しては、付け替え道路を建設し、 道路の機能を復元することが原則となっているが、徳山ダムにおいては、上流域の民有林、約180平方キロメートルを買収して所有者、利用者のいない、公有地とし、道路機能の復元の必要がないものとした。これにより、徳山ダムの事業費を抑えることができた一方、水没は免れたが接続する道路がなくなり、断絶した、かつての地域や道路が点在することになった。 また、旧住民が被水没地域を利用、またはそこで生活し続けるという選択肢を事実上、不可能にした。実際には、現在も、被水没地域に私有地を保有するかつての徳山村住民がおり、その地域に接続する道路がないためため湖での水上移動を容疑なくされている。また人工林として管理されていた山域では、今後の保全作業が必要となるが、 管理のための林道にアクセスできないことが問題となる。こうして水没住民との保障交渉は妥結したが、今度は受液地、流域外の人間からダム事業に対する疑問が提されるようになった。一つは利水に対する疑問である。徳山ダム計画時の水需要は高度経済成長を前提とした計画であったが1990年代以降水需要は鈍化傾向となり、 当初の水需要と次第にかけ離れる、いわゆる水余りという問題がダム反対派から相次いで指摘された。事実、2000年には岐阜県、愛知県、名古屋市が水余りによって水利権の半分から3分の2を返上するということがあった。折から公共事業に対する見直し論議も活発化し、徳山ダムは長良川川口関と共に 計画と実情が乖離した、無用の長物であると批判されるようになった。これを受け、建設省は、細河内ダムや千歳川放水路などを中止、凍結するなど公共事業の見直しを進めたが、徳山ダムについても再検討を行うべく1995年に、徳山ダム建設事業審査委員会が設立され、ダム建設の是非について、学識経験者、 専門家を含めた多角的な検証が行われた。この間、1991年には、大垣市が水害の被害を受け1994年には、東海3県の記録的水不足で、北半島では1日19時間断水するなど地水、離水に対する不安事項が表面化していた。結局、1997年に、委員会は、ダム建設早期完成を促す答申を発表した。 これに納得しない、大垣市などに在住する、佐波市民グループ、徳山ダムの建設中止を求める会は、徳山ダム建設差し止め訴訟を1998年、岐阜地方裁判所に起こした。第一審及び、名古屋高等裁判所の控訴審において、水需要の予測は、将来を見越して、計画を立てるので、その後変動が起こってもやむを得ないとして敗訴。その後、 最高裁判所へ上告されたが2007年2月22日にダム建設は憲法違反には当たらないとして帰却され敗訴が確定した。一方、徳山ダムの1973年当時の当初、計画では水道水の需要を毎秒15.5立方メートルと予定していたが、愛知、岐阜、三重の東海3県と名古屋市は2004年までに、 想定必要量を毎秒6.6立方メートルに見直している。このため、徳山ダムの水は、長良川にいらない市民学習会などの市民団体は、無駄な公共事業として、基礎川水系連絡道水路の是非を指摘している。二つ目は、環境対策である。ダム建設予定地に、犬はしや熊かといった、特別天然記念物に指定されている。 大型猛禽類が10スーツ外生息していることが判明したことから、水資源開発公団は工事を一時中断して映像状況などを調査。蝶類への影響を最小限に食い止めるため、葉っぱ時間の制限や建設機械に保護色を塗るなど配慮した。その他、各分野の専門家の指導や助言を聞き様々な動植物、水質等の対策を行った。 対策後の追跡調査も行われているようである。徳山ダムのホームページなどで調査状況等が公表されているが、シタカールをはじめとする貴重な動植物については保護のため場所などの情報は公表されていない。一方で環境影響評価法の指定を受けていないため厳格な環境アセスメントは行われていない。このためダム建設に反対する。 市民グループは環境への配慮が不十分として法律の適用と試験淡水の中止を国土交通省に働きかける要環境省に訴え環境保護の立場からもダム建設の中止、撤去を求めている。このようにダム反対派は環境問題などを中心にしてダム建設の中止を求めて現在活動している。ダムが完成しても完全撤去を求めるとして 対決姿勢は崩していない。ただし反対派の主張については環境についての対案は示しているが、治水については2002年の水害の被災地区への堤防整備といった限定策は示しているものの基礎川水系や伊尾川流域全体を考慮した治水対案及びダムに代わる根本的渇水対策案は示していない。また、ダム建設が開始された段階で始まったこれら、 反対派市民団体の運動は、党の旧特山村住民の間からは厳しく批判された。特に水資源機構との間で、保障交渉を行った住民に顕著で、彼らは自然環境だけを盾に反対運動をする反対派は許せない。あの手の反対運動ほど、早期完成を願う水没住民の感情を逆なでする者はいないと、で厳しく非難している。 ダム事業には反対意見も未だ根強く問題は解決していないがダムはすでに完成している。下流樹液自治体の名古屋市や愛知県、岐阜県は巨額の事業負担に対し議会の一部から反発もあり国土交通省に事業費圧縮を要望するなどしているが長期的に見た伊比川の治水と東海地方の利水という観点からはダム建設に対し早期の完成を要望した。特に 大垣市、海津市をはじめ、伊比川流域市町村は1日も早い完成を熱望していた。その理由は、長年悩まされていた伊比川流域の水害軽減である。1976年の通称、9.12水害では、ダムのない長良川が決壊した他伊比川流域でも、被害があり1万9千戸が浸水。1991年の水害でも大垣市が、 浸水被害に遭っている。さらに2002年7月の水害では、伊比川の計画降水流量を上回る洪水が記録され、伊比川は堤防湖市水まで残り数十センチメートルまで出水。かろうじて本流の堤防結界こそ免れたが、川を逆流した水で大垣市内西部を中心に浸水被害を出した。支流である根尾川、牧田川、クイ川などでのダム建設は、 建設可能な地点こそあるものの現在のダム建設長期化の状況下では実現不可能に等しく引き包みや春節は大規模な住居移転や名神高速道路を含む道路東海道新幹線を含む鉄道の移転が予想され代替対策は困難が予想されるこのため2002年の水害被災者などをはじめ徳山ダムへの期待を持つ関係者や住民も多い その一方、2002年の水害は、中小河川の氾濫であり、離水については1994年や2005年の、滑水で木曽川水系ダム群の貯水率減少により、給水制限が深刻化。伊比川でも2000年の滑水において中流部の伊比群、大野町、平野小境付近において伊比川の水流が途絶。上水道、農業用水、工業用水に、 深刻な影響を与えた。横山ダムだけでは完全な水需要確保が不可能であり、横山ダム再開発に加えて、徳山ダムの重要性が周辺自治体より指摘されている。ただ、その一方では戦術のように水余りによる過重な水道費、税負担に対し反発や懸念をする住民がいることも事実であり、事業者に対する一層の説明責任を求める声もある。 また、試験淡水をめぐり、山林地権者である旧村民が山林にアクセスできる道路建設が完成するまで淡水を延期するように迫ったのに対し水資源機構側が延期はできないとして対立。結局予定通りの試験淡水を行うことに対して、地権者側が猛反発、提訴する状況も起こっている。一方で、2008年9月2日から3日の 大雨でもダム貯水による洪水調整効果があったが、最もなのは2014年8月の平成26年、台風第11号で管理開始である2008年5月以降で最大となる毎秒約1210立方メートルの流入量全量を貯留し洪水調節をし、伊比川では大垣市満国でお,およそ2メートルの水低下効果があった。また、 2008年7月下旬マイナス8月下旬の期間においてもダム貯留水を利用して、伊比川沿線の既得用水における取水の安定が図れたほか、2000年9月と2009年9月と比較して平野小京付近における水流の途絶が解消しており、伊比川の流量が安定したことによりアユが生息できる環境となっている。徳山ダムの水力発電に関しては、 再検討の結果、当初計画から規模が縮小された。当初は電源開発の徳山発電所として、認可出力40万キロワットの用水発電が計画されており上池として、徳山ダムを下池として杉原ダムを利用する予定であった。杉原ダムは中部電力の発電用ダムであり、1982年より、み高57メートルの重力式、 コンクリートダムとして計画された。徳山発電所の会計として利用するほか、杉原発電所を通じて2万4 0 0 0ットの発電を行う計画であった。保証交渉、住民移転も済んで、本体工事間近であったが、不況などの影響で、電力需要が当初計画から伸び悩むようになった。このため再産性の問題が正事事業を再検討した結果、杉原ダム、 杉原発電所計画は2004年に中止となり、徳山発電所も当初の揚水発電から出力15万3 0 0 0ットの一般水力に縮小することが決定。その後2007年3月13日付で、徳山ダム完成後に事業主体を電源開発から中部電力に変更することが発表された。 徳山発電所は2014年5月15日に2号機が、2016年3月24日に1号機が、それぞれ運転を開始。2台の水車発電機を有し、ダム水路式で出力13万9 0 0 0ットの1号機と、ダム式で出力2万4 3 0 0ットの2号機とで構成され、2台運転時の出力は16万1 9 0 0ットである。 徳山発電所建設工事では2010年5月21日に落石事故が発生し、1名の作業員が死亡した。事業に対し様々な異論、反論、推進、反対とあったがそれらすべてを包摂してダムは2008年に完成した。1957年に事業が計画されて、より51年という極めて長期のダム計画であり、八ッパダム、川辺川ダムなどともに、 日本の長期化、ダム事業の代表格となっている。横山ダムから藤橋城の間及び国道417号、岐阜県側末端部から福井県側の麓まではカーブが多いため注意が必要。また、周辺 20km 圏内すなわち往復 40km 以上の工程中にはガソリンスタンドがないため、航続距離の短い自動車で訪れる場合は、 ガス欠防止のため、伊ビガワ町北方か、ネオ村までに必ず満タンにしておくことを推奨。徳山ダムは、西能地域の新しい観光地として、休日には多くの観光客が訪れる。特に、ゴールデンウィークには観光放流が実施されたこともあり、試験放流の時とともに、ダムに向かう徳山バイパスが、ダム付近を先頭に渋滞するなどした。伊ビガワ町は、 横山ダム上流にあるプラネタリウム、藤橋城や谷組山家厳寺などを周遊する町営観光バスに徳山ダムをルートに加え、新たな観光拠点として活用を始めている。下流には、伊比関ヶ原養老国定公園に指定された、伊比峡や桜の名所である霞館が、京があり、関ヶ原古仙城も比較的近い。ありがとうございます。